皇帝陛下、陛下ほどのお方ならばすでに我が国の時局を見抜かれておいでのはず。阿藤王は白露城のワグナスと手を結び帝国に対抗するお考え。残念なことですが帝国と戦わねばなりません。おっしゃる通りです。私も再三意見を申し上げたのですが、王の方針は決したのです。陛下と戦うほかありません。陛下、それ以上おっしゃいますな。私先王より後様のことを託された身、二君に仕えずという言葉もございます。次は戦場で相まみえましょうぞ。やはり来たな、皇帝。ワグナス様のおっしゃった通りだ。ワグナス様は阿藤王の考えなどを見通し、その裏を書いてこの城を奪うお考えだ。まず皇帝を倒し、その後浮かれている阿藤に消えてもらうのだ。おっと喋りすぎた。だが構わん、どうせお前はここで死ぬのだからな。では第一段階といこうか。じゃあやってやるか。これはない、待ちくたびれだぜ。あの名高き皇帝が相手とは。この一戦、我が生涯の誉れ。阿藤王が死、石州祭参る。いっちゃやってやるか。よし、まだ終わってはおりませんぞ。これで取ったぜ。おう、アート様。ハハハ、俺を止めてみやがれ。見事、さすがは皇帝陛下。私の力も及びませんでした。陛下、何とぞ王の命だけはお助けください。無人の最後の願いです。何とぞ、何とぞ。降いたします。私の罪は死罪に値しますが、他の者に罪はありません。お許し願いたい。わしの命もここまでか。お待ちください。
関秀才の孫の十兵衛でございます。陛下、どうか祖父の最後の願いをお聞き入れいただきたい。何とぞ跡王の命ばかりは。ありがとうございます。祖父は自分に成り代わり皇帝陛下にお仕えせよと言い残しておりました。対局を見失うなとも。叶うことならば祖父の遺言に従いたく思います。子子孫孫、忠義を尽くしてまいります。なんだ貴様らは。俺はノエル様からこの塔を預かっているのだ。俺に挑戦するということはノエル様に歯向かうことだと分かってるのか。え、それがどうしたらって。ノエル様だぞ。七英雄実力一と言われるノエル様だぞ。怖くないのか。待て、ちょっと待て。そういきり立つなよ。ノエル様はすごいぞ。従っていれば次々と新しい体をくれるぞ。それで永遠に生きられるのだな。いいだろう。お前もノエル様の部下になれ。いつまでも人間とつるんでいてもいいことないぞ。人間は弱っちいぞ。帝国の皇帝も目の前に現れたら俺がすぐにその首を取ってやるんだがな。まさか。これから俺に殺される貴様は雑魚に食われるゴミ虫だ。遊んでやるぜ。
ったぜ。待ちくたびれだぜ。ほう、君があの皇帝陛下か。いかにも、私こそが七英雄ワグナス。なかなかやるな。だが本番はこれからだぞ。ハハハハハハ。